あと60周がタイムリミットだね。逆に言うとあと60周もある。まだ60周もあるんだ。そうと分かれば魔王様、金だ。権力という強さもある。例えば王様、王様だって強いですよね。戦闘力はないけど権力があるから。そう、お金さえあればお金は強さにもなる。魔王様はそこを目指していらっしゃる。お金による強さ。結局さ、勇者たちだってさ、なんか結局蓋開けてみたらバカンスだ、なんだ、あいつらだって多分金で買収しちまえば。そしてこれで魔法の研究力がプラス2。あんだけかかる予定だった特殊魔法がもうすぐ、もう目の前まで来ている。そしてここでまだ飽き足らずに俺は結局金、いや待てよ、もう金これ以上上げなくていいかな。こっからは鍛えていくか。あーでも予約が、ちょっと予約が、予約がありまして、その分はちょっとやんなきゃいけないんで、お金をね。うん、これは俺も不本意なんですけど、お金のためにというよりはもう予約なんでしょうがない。予約が埋まっていた。でこっからね、でも結局統率上げるしかない。まあこれ上げていこうか。この教育していこう。一旦この教育を予定に組み込んで、こっからあの魔王様、今まで私の教えは間違っていました、忘れてください。お金だけでなんとかできるなんてそんな甘い世界じゃない。これからはやっぱり戦闘力、魔王たるもの強くなければならない。あ、魔王お久しぶり。人間たちの国家に行ってきたついでにいろいろ調べてきたよ。え、何のこと？デュアのことだよ。こいつスパイやんけ。やっとること。あ、そうだっけ。それでどうなったの？古今東西四天王の歴史を調べてきたんだけど、龍って名前の四天王は存在してないんだ。古今東さん、何それ。つまりね、今も昔も龍は四天王をやったことがないってことなんだ。でも龍は僕と会った時に四天王と名乗った。つまり龍は嘘をついてるってこと。あと66だから54周。結構余裕あるな、金。だったらもうあとはひたすら、ちょっと新しいのを覚えるまではこれで、これをひたすらしよう。これで魔力上げつつ体力上げていこう。よしよし、いいぞ。で速攻魔法を覚えた時が最後なんで、そしたらもうあと5周で魔王様は完成します。もうまだだろうが、あと5周待ってよ。ああ、そういうのなら OK。 ねえねえ、リュウちゃん、魔王ちゃんが勇者に倒される前ってどんな人だったの？私は今の魔王様も大好きですが、元の魔王様も大好きだったのですよ。そう、時に優しく、時に激しく、時に厳しい素敵な魔王様でした。リュウちゃんと魔王ちゃんって恋人同士だったの？ごはぁいや、そんなに吹き出さなくても少し肺に入った。でどうなのよ。全然違いますよ。私と魔王様はただの主従関係です。親のいなかった私は魔王様に育てられたのです。例えるなら主従関係より親子関係ですよ。魔王様はいろんなことを教えてくださいました。戦闘方法や知識、生きていくのに必要な知恵を。こいつ人間じゃね。さては人間に捨てられたから人間恨んでる人間じゃね。今私がこういったことを魔王様に教える側なのですね。こういうのは何か不思議な縁を感じます。ナンパのテクニックを教わったの？なんであなたはいつもそういう方向に話を持っていくんですか？まあ変態だからですけど。今さら？あいつが変態なのは今に始まったことじゃないぞ。いつになったらお前体勢がつくんだ、あいつに対して。いつまで慌てふためいて、おい1500ゴールド。言ってる間に1500ゴールドと。あっという間にお金なんて溜まっていくの。な？もう散々魔王様にこの世の汚い全てを教えてきたから、この世の酸いも甘いも全部教えてきたから、もうあとはもう勝手に生きてる、息を吸って吐いてるだけでお金が入ってくるようになってきてる。魔王様が優秀すぎて、魔王様のお金に対する考え方が優秀すぎて勝手にお金が。そして速攻魔法まであと1周。待ってくれって。だから1周ぐらいあと。危ね。戦闘じゃなければよし。魔王の死？ちょっと食事中に不吉な単語をつぶやかないでください。縁起が悪いです。もうすぐ勇者が来るんでしょ？何の準備もしなくていいの？どういうこと？
こいつ未来予知でもできんのか。あるんでしょ、人間側には魔王を倒す伝説の剣とか、神の過去を受けた伝説の武具とか。聞いたことないですね、こいつすっかりなんかこっち側に染まったな。遥か昔、選ばれし円卓の王が賢者の助けを借りて引き抜いた剣とか。めっちゃ賢くなっとるやん、魔王様。私はよく思うのよ、人間が着々と力をつけてる間に魔王は何をやってるのって。お金のことに夢中僕も筋トレとか勉強とかして力をつけてる。主に財布の中身がすごいことになってる。それだけじゃダメなの、私は思ったの。人間側には確実にあるものなのよ、伝説の剣、伝説の武具。これを勇者よりも先に私が手に入れれば。手に入れれば私利私欲やんけ。結局お前の結局お前の話やんけ。結局そっちかい。でも聖なる剣ってどうやって手に入れるの。選ばれし者しか抜けないんじゃなかったっけ。そうそうなの、だから私は思ったの、伝説の剣大座ごと奪ってくればいいな。や大座ごと、それハンマーじゃないですか。伝説のハンマー、なんと今ならお値段39万8000円でのご提供。選ばれし者なら振り回してる間に大座の部分がすっぽ抜け、なんと飛び道具にも早変わり。 MC ハマだ、大変です。魔王様、今すぐ対飛び道具の防御法を習得しなくては。こうしちゃいられないわ、早いとこ伝説の剣を見つけないと。はあ、よかった戦闘じゃなくて茶番でよかった。いつ戦闘、待ってくださいね。これ次私は無敵の伝説の力を手に入れることになります。名実ともに、これで私は魔王になります。魔王様、研究の結果が一つ減ったようだな。速攻魔法が使えるようになった。魔王様完成です。あとはもう惰性です。正直もうあとはどうでもいいです。さてこれで次魔法何覚えるか。てか今一周無駄にしなかったか、地味に。まあでもそんなプレミもな、そんなプレミも一つまみと。そしてここで2500にしてこうだ。あのな、結局な、魔法なんだよ、魔法の研究のが大事なの。どう考えてもこいつが優秀すぎる。そしてこの特殊魔法が強すぎる。これさ、収入資金が20今増えたところでさ、現状どうでもよくない。こっちじゃない、行動が一つ増える。こっちだ、どう考えてもどう考えてもこっち。はい、もうすぐこれ取りかかって。これ行動回数がさ最大5まで増えるんでしょ。そしたらもうこの世の終わりだと思うんだけど。っていういい情報仕入れてきたわ。情報量としていくら、お前今2億とか、もう分かんなかった。高すぎでしょ、一体何の情報なんですか。なんと魔王を倒すための伝説の剣の情報。いや、それは欲しい。私の秘蔵のとっておきのプリンを預けてあげるので、その情報を教えてください。マイダーリー、秘蔵のプリンイコールこれいくらだから、20億ぐらい。悪しき者を断ち切る剣、エクスキャリバーンが重秀の教会で発掘されたわ。何でも聖なる台座に鎮座していて、選ばれた者にしか抜くことができないとか。これは勇者が取りに来る前に先手を打つべきよね。さあ情報量のプリンをよこせ。私の部屋の戸棚にあるので持っていていいですよ。わーい。重秀の教会にエクスキャリバーン、これは手を打たなければなりませんね。シリアスなシーンなのに剣の名前でいろいろ台無しだ。魔法術の訓練を覚えたら次何を覚えようかな。正直もうなんかあんまり覚えるものがないというか、とりあえず一周だけ予定入れてでやっちゃって OK。 この辺上げたってさ、だいぶ先になっちゃうじゃん。上げるとしたらここ、いやー、これも別に上げてもな、ここの体力プラス3とか、これにしよっかな。これすぐ覚えそうだけど、残り4周で覚えるんだけど、これが体力マイナス2だから体力だけ減ってっちゃうから、減った体力をこのプラス3で補うみたいな感じでやっていけば。おお、これが、なるほど、ごっくり。ちょっとあんたたち何やってるんですか。今ね、つぶやいたように上がってた画像をみんなで見てたのよ。何ですかそれは。男なら抜かずにはいられない画像っていうタイトルで。魔王様に何見せてるんですか。伝説の聖剣であるエクスキャリバーの剣の画像がつぶやいたに載ってたのよ。なんで伝説の聖剣の画像がつぶやいたに載ってるんですか。多分私のおかげね。この前マリオンちゃんと重秀の教会に行ってきたんだけど、サラマンダより早い。そうそう、大人になるのって悲しいことなのって。違う、捕虜を勝手に連れ出さないでくださいよ。いいじゃない、ちゃんと戻ってきたんだし。多分その時にマリオンちゃんが魔法でしゃべって投稿したんだと思うわ。炎上確定じゃないですかそれ。フォロワーならぬ捕虜は。
魔王様に親父ギャグを教えたのは誰ですか？いや、言ってる場合じゃなくね、伝説時計を取りに行くことができるようになりました。はあ。なるべく早く取りに行くことをお勧めします。今すぐだ。重秀の教会に行きますと。まあ戦闘になるだろうな、十中八九。あ、もうマップからなんだ。ということで、これから伝説の剣エクスキャリバーンを強奪しに行きます。はい、じゃあ一緒に行く人、お姉さんの後ろに並んでね。おやつは何円までですか？先生、バナナはおやつに入りますか？先生、バナナはおもちゃに入りますか？遠足気分なのはやめてください。私たちはこれから敵地に潜入するんですよ。いい、みんな、これから伝説の聖剣を取りに行くけど、魔王城に帰ってくるまでが遠足です。だから遠足じゃないって言ってるじゃないですか。あ、ちなみにここら辺の敵が出るのです。そんなに強くないのでお金を手に入れることができます。え、あ、じゃあここでさ、一生さ、え、これエンカウントするってこと？エンカウントするんだったらここでさ、ずっとこうやってやってればさ、あー、手分けじゃないよね、さすがにね。金策できちゃうもんな。え、敵、え、これさ、金策になるじゃん一生これ。あ、そして、残りの行動回数がいきなり3。勝ちっす、これ。どうしようかな。妖精か。焼き払うか。ファイヤー。そして、ファイヤー。まだ私のターンです。そして、まだ私のターンなんですね。はい。いきなり1ターン目でフレームブレイク。28。なんだ今のは。なんなんだ今のは。これまあ水魔法で回復してもいいけど、これ雷のがいいのかな。雷のがなんかダメージ量多いよな。だったら炎魔法の良さって何なんだろうってなるけどな。こっちの方だってさ、完全上位互換じゃないこれ。このサンダーボルト80だから威力。ほらこっちでよくない？炎魔法使うタイミングっていつ？あー、10ゴールドか。さすがにだるいわ、それは。一応、何これ？なんか光ってる。これは？伝説の白い石？伝説の白い石？そう、これが墓地に行った時、ブルードラゴンを手札に加えることができる。なんかいろんな場所から怒られる。マイクロコスモも発動しよくね？やめろ！もうこの石放置しましょうよ。それだけ？ただの小ボケ？小ネタのためだけに用意されてたのかよ。なんか光ってるから重要なアイテムかと思ったのに。待って、こっちで合ってるか、本当に。当たるとめんどくせえからな。あ、右だ。右上で終わりだ。こいつらがもっとな、なんかお金もうちょっとくれるんだったらな、勝ってもいいかなって思ったけどね。100ゴールドとかもらえるんだったらね。10ゴールドはさすがにやってねえわ。めんどくさすぎる。まあ、それでもなんか、やり続ければ、やり込みプレイとして、やり続ければ、一気に本棚全部埋めるみたいな、できるだろうけど、ちょっと待って、セーブする前に来ちゃった。やべえ、でも絶対負けないから大丈夫。意外と早く着くね。そうですね、意外と早いものですね。で、目の前の台座に刺さってる剣があるけどどうするの？ふふん、いくつか伝説の剣を強奪する案ならあるわ。吸引力の変わらないただ一つの掃除機。やめてください、掃除機で剣を台座から抜くとか無理ですから。なんと、オンラン300ゴールド、300ゴールドでのご提供です。買いませんから。じゃあヤバネットディレスのお次の商品はこちら。勝手に商売番組始めないでくださいよ。こちら、滑りの悪いものに塗って滑りを良くする潤滑油。これを塗って抜けないものはない。いいなで買うわ。あなたが言うとあかん意味に聞こえるのでやめてください。募集です、そんなの。では最後の商品はこちら。もう突っ込むの疲れてきた。どんなものでも貫くここ、そしてどんな攻撃も防ぐことのできる盾。その矛でその盾を攻撃するとどうなるの？そう、この2つを合わせると宇宙の法則が乱れる。敵陣で何やってんですか。でもこうすれば爆発で教会の床がえぐれるわ。長くこれを繰り返せば台座の周りの床に穴が開き、台座ごと伝説の剣が奪える。もっとマシな方法なかったんですか。なんと今ならお値段5000ゴールド。もうその方法でいいです。さっさと剣持って逃げますよ。本当にその方法でやるんだ。エクスキャリバーンを手に入れた。まあ何はともあれ、これで勇者たちの弱体化ができたんで、あと次いくらいるんだ。俺今1300か。で、教育の研究はいらないから、もう2000とか2500とかかかるんだよね、次はね。3000、あ、でもこれ教育だから3000か。次3000と
3000と5000。あとでもこっちにまだあったはず。こっちは確か1000か。でも教育なんだよね。教育はいらない。じゃああと3000と5000合わせてあと8000使えばもう全部埋まるな。で魔法の研究以外はもういらないから正直。じゃあもう本当に統率を上げる必要ない。150よ上げすぎただろどう考えても。あでも意外とでもあと40周か。意外とお金間に合うか。8000。あ予定通り。これ見てください、この魔力の上がり方を。どん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 すごい勢いで魔力が上がっていってる。これでいいんだ。もう統率を上げる必要はない。もうお金は十分。あとはひたすらに魔力を高めるだけ。そしてイベント、戦闘でもいいよ。来た、戦闘じゃない。魔王様、魔王様大変です。ん、何があったの。は、はい、シャン様がまた逃げようとしました。あーもう何なんですかあの人は。すいません、女の子は無条件で通せということなので。あのおかま、残念ながら我々は止めることができず、しょうがないにゃ。さて、かわいいかわいい魔王様はこちらかしら。賢者っぽいのが現れたか。あら、かわいい、連れて帰りたいくらいだわね。お菓子くれても絶対行かないよ。あら、残念。それじゃあ力ずくで。あのさ、俺がどれだけ強いか分かっていってる？分からせてやらないといけないみてえだな。まず単純に、普通の、雷魔法だけでも、6ダメージ。魔力が上がってることによって威力も上がっている。威力が上がるということはどういうことだ？水魔法の回復量も上がってるんですね。そして、一旦で確実に私は、水で回復、ああ、終わり。あ、そんなこと悠長にやってていいのかな？終わっちゃうよ、君。あ、終わっちゃった。終わっちゃったんだね。はい、お疲れさん。2ターンか。まあ、よく持った方だよな。今の俺に対して。はい、終わり。威力80から繰り出す。大魔法。52。そしてこれで、まあ、お金もこうなってくるとゴミだな、正直。ぐー、さすが子供でも魔王ね。さてと。シャーン、戦い終わったよ。あら、セクシーな女の子、あんなことしたりこんなこともしたり。子供に見せられないシーンが始まる。オッケー。そしたら相変わらずこれね。で体力減ってきてるんで、武術覚えたら武術をやっていこう。まあ減ってきてるっつっても体力まだ90あるしな。しばらくはこれでいいんじゃないか。で、あの敵が来たことによって、おい武術覚えた、あの相手の強さの具合もなんとなく分かってきたんで、この調子であの強くなっていけば、この調子で強くなっていけば問題なく勝てるということが分かりましたね。80周で来る敵があの強さだから全然いける、この感じなら。さて、そういえば勇者ってどんな姿だろうね。あのね、俺ちょっと気になってることがあってですね、勇者について全く触れられてこなかったじゃないですか今まで。あのまさかのなんか勇者が俺とかっていう話ないよね。さすがにないよね。さすがにそれはなんか考えすぎだよね。なんか大どんでん返しが来ねえかななんて。そういや勇者ってどんな姿なんだろうね。まあでもそれだったらビキニが反応するはずだから、俺が勇者ってことはないんだけど、先代勇者とかその歴代の俺、古い勇者ってことはねえか。まあ、ないかさすがにな。勇者の子供ってことはねえか。いや考えすぎか。お、運もおかしいですね。どうかしたのかい。いやここはご存知の通り雪に囲まれた城なんですが、なんだか最近温度が上がってる気がするんですよ。城の中が？いえ、城の外もです。なんだか平均温度が少しだけ上がったような気がして。地球温暖化じゃねえか、ただのよ。それは奴が近づいてる証拠だね。奴？いるんだ、何か。そう、勇者だね。え？勇者ってそんな凄さなの？そんな強いの？やばくね？勝てるか、俺。体力81。だいぶ減ったから、1回これ、3周これ、武術挟もっか。ここの方がさ、気づいたらパラメータがさ、いい感じでステータスがさ、まんべんなく育ってきた。さあ、そして、
残り23周って間に合うのか、これ間に合うな、一応。で、あとお金が貯まったんじゃね。ちょっと待って、見てこよう。あ、貯まってる貯まってる。これで、これで魔法がさらに速くなった。さあさあさあ、ついにここまでやってまいりました。雪を越え、氷を越え、吹雪を越え、やってまいりました魔法城。レディゴーレディゴー、私の心は雪のよう。それどこの女王様、そんなことはどうでもいいの。ほら、モンバーヘイいるけどどうする。ソルコムって書いてあるけどどうする。知ってる人っぽいけど、土地名よか。イエスマーム、さあどっちみちしまいましょう。魔王の後ろにピンポンダッシュ、突撃隣の晩ご飯。こいつが勇者ってことあるか。そういえばこの前さらってきた王女様どうでしょうね。どうしろって言ったって手厚く保護するしかないんじゃないでしょうか。そう、私が手厚く手厚く保護したいわ。やめてください、あなたが言うと不健全な単語にしか聞こえません。まあ普通に放置でいいんじゃない、気に入ってるみたいなんだし。仮にも人間の王女ですよ、魔法で遊んでるようにも見えますけども。激流に身を任せ、身の尻金を奪い取ればいい。いやいやいや、もっと危ないです、大変です、大変ですやっぱりな。潜入してきました。あ、さっきのやつらか。いっぱい単語部できてるけど、誰かに原稿されたの、それともグリグリされたの。いえ、人差し指でピンポン出しをされました。ほら、死んで違います。っていうより、あなたは何をやっていたのですか。すいません、すぐに報告しようかと。あなた門番なんだから、ちゃんとソルコもしてくださいよ。そうよ、ちゃんとね、ソルコもしないとダメよ。シャン様、名称は統一してください。来た。まあでも、さあ月に変わって、あ、もしかして初めての2対1か、お仕置きを。まあでも今の俺なら、あら、やった、可愛い女の子2名登場ね。そんな場合じゃないです、仮にも人間の方が侵入してきてるんですよ。そうだね、僕と遊ぼうか。え、でも魔王たるもの経験も必要って言うしね。貫禄もついてきたな魔王様。わかりました、私がアシストするので魔王様は戦いに専念してください。一応魔王様が倒れても私がサポートします。ただしその場合は経験がなくなりますけれども。じゃあ私たちは力をセッティングでもしておくわね。楽しみにしててね。あんなものやこんなものを用意しておきましょうね。はあ、さあ行くぞ人間どもよ。わーい、挑んじゃうぞ。張り切りすぎ。そこのちびっこ魔王を退治すればお金いっぱい出るし、それに王様がね、魔王を退治したら世界の半分やろうって言ってたからね。それって言う。って、あれ、あなた何ですか、私のこと。ほうほう、なんでここにいるの、どういうこと、デュオしてるの。え、あなたデュオって名前なの、というかあなた死んだはずじゃ。え、どういうことですか、私はあなたたちに会ったことなんかありませんよ。スキアリー、会話イベント中にスキアリとかやることが汚い汚い、さすが忍者汚い。初めての2対1か。こうなってくるとやっぱフレームが効いてくるよね。ファイヤーしてからフレームすればいいのか。HP が多い方にしよう、こっち。いいね、魔法力も上がってる魔王様の。そしてこれを使うでしょ。そうすると1消費して全体にダメージ与えて、で2つ、そうだね、でこれでまた1消費して2増加するから、これでまたやったらちょうど3つ溜まることによってフレームブレイク強すぎるかもしれない。あ、でもフレームブレイク単体なのか。なるほど、なかなかやるじゃないか。じゃあ回復しちゃおっかな。じゃあ私回復しちゃいますね。9回復、いい回復量だ。さらにアクアで、あれちょっと待って、これさ全回復する、あ、全回復さすがにし、いやするわ、これ全回復しちゃうわ。だからもうこれ水魔法で、これここで攻撃しつつ回復とか思ったけど、そのもう必要がない、もう普通に回復しちゃうもんな。あー、でこれ次単体落ちるから、じゃあもう雷で落として、落ちないだと、もったいないけど、まあ雷で落として、で雷、これさ、あの特殊魔法以外のさ、あの普通の魔法とかもいろいろ覚えたいじゃん。だからまあ一応念のため、念のため、もうここで雷連打したら終わるけど、念のため甘えない俺は。
なんかの間違いで敵がなんかすげえ強くなったりとか仲間呼んだりとかしても勝てるように、天地がひっくり返っても勝てる、俺は歯茎を絶対に出さない。これ全回復しつつダメージを与えるんだ。そなんならこれで終わっちまうか。終わっちゃうんだね。弱っちいな、脆いな、人間は。すぐに小突いたら崩れ落ちて、おい最高、5も上がるのかよ、めちゃくちゃ美味しいな。やられた、パタンキュー。そして子供に見せられないシーンが始まると、魔王様に負けたあなたたちはね、あんなものやこんなものがある力にご案内。そこを移せ。おい、めちゃいけない。まあ、でもそこを移しちゃうと年齢制限かかっちゃうし、 YouTube にも上げられないからこれでいいや。一旦で全回復できるもんね、水連打してれば。だからまあ魔法術上げまくろう。これで、これでいこう。でお金貯まったら魔法の研究して、で今の魔法の研究効率だったら、これ残り13周で覚えるじゃん。で4回行動になった後、十何周か余るから、その十何周で普通の魔法覚え、え、何ここ、え、地下ってそういう感じなんだ。あれ部屋間違えたかな、ここ地下牢だったよね。拷問器具とか檻とか置いてあったよね。おしゃれなカーテン、ぬいぐるみ、センスのいい調理品、ふかふかのお布団。あれなんで地下牢にこんなものがあるの。なんかね、シャンとかいう人がノリノリで置いていった。まだ持ってくるって。とっても居心地いいよ、ずっとここにいてもいいぐらい。ありがとう。地下牢なのに、地下牢なのに、逆に僕が住みたいくらいだよ。まあいいや、君たちに聞きたいことがあるんだ。あ、魔王ちゃん、女の子に尋問、尋問するの。じゃあこれをどうぞ。紅茶。ええ、尋問といったら飲み物よ。さあ二人に飲ませて。一応聞いとくけど、なんか危ないものとか入ってる。え、最上級のお砂糖と蜂蜜をたっぷり入れておいたわ。あ、気が利くね、ありがとう。なんか足りないものがあったら言ってね、すぐに持ってくるわ。あ、クッキー欲しい。わかったわ。はあ、やっといなくなった。で、聞きたいことって何。君たち竜のこと何か知ってるの。私たちが人間の国にいた時ね、すごくお世話になった魔族の男の人がいたのよ。それがあの犬耳の生えた竜さんに似てたの。どういうこと。あの人は私たちが病気の時に薬草を分けてくれたの。でも魔王は当事者だから知ってるでしょ。魔族と人間の戦いがあって、犬耳の人はね、人間に捕まっちゃったの。風の噂で犬耳の人はね、伝説の剣で人間に殺されたって聞いた。だから私たちすごく悲しかった。でもここにそっくりな犬耳の魔族さんがいてびっくりしちゃったんだよね。そう、すごくそっくり、まるで幽霊みたい。アポカリプスバーさんが作ったシスターズオリジナルのクッキーを持ってきました。クッキーでお待ちのお客様。はーい。シリアスな雰囲気が。話は聞かせてもらったわよ、私分かっちゃった。ラテノちゃんとキリちゃんってお世話になった犬耳の魔族、きっとリュウちゃんのお父さんなんじゃないの。そう、声もそっくりだった。すごく優しい人だったんだよ。うん、私たちリュウさんのお父さんのこと大好きだった。でももうリュウさんのお父さんっていないんだね、人間に殺されて。それで僕を復活させたのかい、リュウ。あの空間にいる人たちの中で俺だけが騙されなかった。ああいう風にクッキーだの紅茶だの可愛いなんか女の子みたいな部屋で油断させておいて、怪獣してな、心を怪獣して安心させて信頼させておいてからの裏切りが一番効くんだからな。ああやって自分が気づかないうちに洗脳されていく、マインドコントロールされていくんだ。ああやってな、気がついたら、あれ気がついたらなんかエッチなことしてる、僕たち、私たち、あれなぜか知らないけど服がはだけているわ。でもこんなによくしてくれた方なんだから、私たちに悪いことするはずないよね。そうだよね、今やってるこの行為って、これって別に悪いことじゃないんだよね、ただ気持ちいいことなんだよね、っていう風に快楽落ちしていく。そういうエロ本を何度も見てきた俺からしたら、俺に資格はなかった。今のあの中で俺だけが唯一あの変態の策略、変態のやろうとしてること、俺だけが見抜いていた。何がなんか女の子みたいな部屋でぬいぐるみだ、何が紅茶で蜂蜜砂糖たっぷりだ、俺だけは騙されねえからな。
ああやって怪獣していくんだから。また戦闘？こいつが来たら戦闘だよな、基本的に。魔王様、魔王様大変です。ん、何かあったの？は、はい、シャン様がまた人間を通してしまいました。またコレクションを増やそうとしているな。こうやってさ、通したやつを俺にこう倒させて、で倒れた後を捕虜にして、そして地下室でお楽しみってよ。すいません、あのおかま、残念ながら我々は止めることができず。なるほど。あ、なんか普通の女の子来た。村人みたいな女の子来た。なでなでしたい、かわいい。なでなでして。魔王様、それは人間界のおもちゃのセリフです。持ち帰ってモルスファーしたい。ファーブルスクファー、ファーブルスクファー。しょうがないな、それじゃ勝ったらいいよ。魔王様、大丈夫、大体勝つから。やった、それじゃ対決。こんな町娘に負けるかもしれないってありえねえだろ。まあ、単体なら雷でよくない？もう俺のさ、育てたこの魔法力でもう12ダメージ、サンダーの威力10ってなってるはずなのに、もう12ダメージとはどういうことや。計算式がもう分かんない。表記の威力よりもダメージ通っちゃってるもん。あー、はは、100。皆さん見ましたか、今100。ついに魔王様が3桁ダメージを簡単に、当たり前のように3桁ダメージを与えるようになってしまった。もう終わりです。しかもこれ、あの魔王様使ってるの基本魔法しか使ってません。さすが子供でも魔王ね。さてと、シャン、戦い終わったよ、お楽しみの時間だよ。あら、今度はメガネっ子ね。メガネであんなことしたりこんなこと。メガネ、今あのメガネって反応したの誰？はてなの、あ、あいつがか、びっくりした。だからメガネフェチのメガネ属性の変態がなんかまだ ここの俺たちの中にあの紛れ込んでるのかと思った。誰が反応したんだ今って思っちゃった。あいつがね、やられるかな、あのメガネの、あの女の子の方が。で、言ってる間に5000ゴールド貯まるぞ。一旦ちょっと武術だな。体力がだいぶ減っちゃったから武術上げて、 OK、 お金もうすぐ貯まるからね。お金も貯まるし、もうあと5周で、魔王様あと5周で幻の4回行動。ふと気になったのですが、どうしたのかしら、美容の秘訣でも聞きたいの？いや、そうではなくて、シャンさんってなんかいろんな女の子と歩いてるじゃないですか。え、そうだけど、私は聖獣よ。一体何をしてるんですか？何って何よ、教えてほしいのね。実はとあるお店に連れ込んで、ざわ、いろいろおしゃべりして、ざわざわ、お腹いっぱい美味しいもの食べさせて、眠くなるじゃない？そしたらスイカよ、家まで送ってあげるわ。そして何もしてないじゃん、何、こっからが本番なのよ。家に連れてくじゃない、そして私も一緒に入るじゃない、そして鍵を内側から閉めてチェーンをして、何を、定番のデートコースよ。一体何を想像してたのよ。ってちょっと待ってください、この前取られた人間どもはどうしたんですか？そりゃもうぐっちょぐちょよ。ラテノちゃんとキルちゃんのこと、クッキーたらく食べさせて家に返しておいたけど、ちょっと何やってるんですか？もちろんそのクッキーの中にはあのいろいろなものが入ってるわ。昔の僕ってどんな感じだったんだろうね。ね、魔王様が達観しだしてる。達観し始めたぞ、ついに。魔王様が5000ゴールド貯まりよった。ついに貯まりよったわ、このこいつ。な。散々さ、私欲をさ、私腹を肥やしてさ、ついに貯めよったわ、この魔王様。5000ゴールド。あーはー、プラス3。やりよった。こんななんかさ、純粋無垢なさ、虫も殺さないような顔しといてさ、裏ではもうとんでもねえんだから、こいつはもう。もう金のことになったら顔が変わっちゃうんだから。症状変わっちゃうんだから。さ、これで。体力96、魔法、体力上げてもいいけどな。どうしよっかな。まあもうちょっと体力上げるか。体力がちょっと心もとないんだよな。全部3桁にしたいっていうやっぱ気持ちがあるじゃない。そういう中二心がくすぐられるんだよな。やっぱ3桁にしたい。そしてあと1周でお待ちかねと。はい、迅速魔法が使えるようになりました。完璧だ。てかもう教育の方全然さ研究してないけど、ちょっとディリスちゃん、ビキニちゃんいいかしら、お金の話だったらマネー。
別にいいけど、急に真面目な話でどうしたんだい？私ずっと疑問に思ってたんだけど、リュウちゃんって何者なの？金のなる木、マイマネーバックボーン。喧嘩なれよ、真面目に聞いてるのよ。四天王のトップなんじゃなかったっけ？それにしては、というかなんというか、リュウちゃんが戦ってるところって見たことないわね。どちらかというとすごく弱そうだよね。おいどんたちが魔王を倒しに来た時も、四天王全員戦ったんだよ。でもリュウは見覚えがない。おいどんたちはリュウと戦ったことがないんだ。リュウちゃんって本当に四天王なのかしら？本当に魔王の側近なのかしら？そして、魔法の研究力が17。もうバグ、これさすがに間に合わないよね。45周かかるのか。あと12周でできること。まあでも特殊魔法はもう結構むずいけど、もう普通の魔法だったらもうすぐ覚えちゃうんじゃない？パラライズは消費炎と雷。まあでもパラライズは別にいいかな。あ、これすごいな。全体になんかダウン属性のこういうの覚えて。キュアは何？え、やば、キュアやば。キュア覚えて。キュア覚えたら麻痺と毒を回復できるんだ。シフトを押せば無理やりなくせるけど、その時毒ダメージ食らうんだよな。でもキュアなら、いやでもキュアを撃つために炎と水と雷全部貯めなきゃいけないのか。ウェーブでもう一生こいつの HP 減らないんだけどってするのもあり。あとは全体にポイズンだと、あとは単純な強さ、イグニス、雷流、雷、こっちの路線どう？これいくわ。3周。あっという間に覚えてしまうんだね。ちなみにこれは、これいくつで覚えるのか教えてくれないのか。まあでも雷流ちょっと覚えてな。これいこう。3周だったらもうすぐだから。あと2つぐらいは覚えれそうじゃない？魔法、炎魔法も覚えていいな。やべ、夢が広がるな、おい。さて、そしたら、予定通り、これすぐライディ覚えるから。もう最高率の今、魔法研究だから、うちは。体力、もう魔力はもう125あれば十分でしょう。あとは体力ひたすらに上げよっか。ね、こうしよう。HP がな、一番大事だから。毒とかどうせしてくるから、向こう。まあでも、そうそう負けないと思う、雷竜。もうそうそう負けないと思うけどな。今の魔王様相当強いぞ。4回行動だよ。てか、最高率でやったら5回行動とか、やばすぎるだろ、5回行動。まあでも4回行動でも十分すごい。これは ?18 周か。間に合わないんだ。あと、今、あと9周だよね。9周でできることで、一番、これは18周無理。これはあと3周。これは多分無理だから、2段階目のやつを覚えれるってぐらいだね。あとは。じゃあ全部の2段階覚えるか。6周かよ、これ。あー、これ6周か。威力20。え、これ威力0なんだ。あー、でも増加。増加のあれがあるね。これサンダー主軸で戦うんだったら、パラライズ覚えてもいいな。3周。ああ、じゃあ3周、6周でちょうどいいか。じゃあパラライズ覚えて。ねえねえ、リュウちゃん。リュウちゃんってどうして魔王を復活させたの？そりゃあもちろんこの世の征服と魔王様の天下のためです。打倒勇者、滅ぼせ人間、イケイケ魔王様。リュウちゃんって本当に魔王様が大好きなのね。ええ、もちろんですもん。できればですね、生前の記憶を持った魔王様とお話もしたかったのですが、私は今の魔王様も大好きですよ。今は112周目ね。勇者たちが来るまであと8周ね。準備はいいの？まあ、完璧じゃないかな。本当は打倒人間も世界征服もどうだっていいんです。ただ私はもう一度、魔王様に会いたかっただけなのに。どうしてこんなことになってしまったのでしょう。オッケー。で、あとは、あと炎を覚えたらちょうどぴったりじゃなかったっけ？記憶違いかな。この炎が6周ね。ぴったんこカンカン。魔王様、魔王様、場内温度が上がってきて、あ、場内温度がね、暖かくなるのはいいことだね。暖房費が減るし、
違います。この温度の上がりを勇者がすぐ近くまで迫っている証拠です。え、何？今度の勇者って周りの温度を上げる能力あるの？熱苦しいやつだからね。ついにこの時がやってきたわね。戦闘イベントではないのか。今まで人間たちの戦いとはわけが違います。そう、今度やってくる勇者は前回魔王様を倒した勇者張本人。おいどんが抜けて3人パーティーになってても気が抜けない相手だよ。ついに最後の戦いです。魔王様、今の気分はどうですか？プリン食べたい。緊張感持ってくださいよ、もう。まあでもね、そのぐらい余裕があっても大丈夫。だって勝てるもん。魔王様クソ強いからな、今。私、この戦いが終わったらお腹いっぱいプリン食べたいな。フラグ立てないでくださいよ、演技でもない。そんなに今回の勇者は強いの？ええ、かつての魔王様を倒した勇者がやってくるのです。実質ラスボスですよ。ええ、私たちにとっては。魔王様、私たちはどうしましょうか？私たちは魔王様のしもべ。魔王様をお守りするためなら喜んで中ボスや御前戦になりますよ。大丈夫だよ。そういうのなくっても。しかし、私たちも魔王様がやられるのをただ黙って見ているわけには参りません。そうだな。じゃあこうしよう。僕がやられて油断している勇者を後ろから襲うみたいな感じで。それでよろしいのですか？僕が負けるなんてそうそうないと思うから大丈夫だよ。そんなこと言っても前回は魔王様負けたじゃないですか。大丈夫大丈夫。勇者が来たら別の部屋で待機しててよ。かしこまりました。知恵、せっかく暴れられるチャンスだと思ったのに。まあまあ結構ないよね。勇者が来るまで数週間、運命の時は迫っている。そう、着実に。どんだけ俺がよ、強くなったと思ってんだ。俺の教育は間違っていなかった。テンペスト覚えたね。ちょうどテンペスト覚えた。これ負けようねえけど、セーブし忘れたな。大丈夫か？まあさすがに勝つやろ。リュウスのさ、最後に聞きたいことあるんだけど。ご質問は何でしょう、魔王様。そして最後だなんて縁起でもないことをおっしゃらないでください。僕は前回勇者に倒されたこと、リュウのこと全然思い出せないんだ。どんな政治を行っていたのか、どんな戦闘方法をしていたのか、四天王の他みんなのこととか。魔王様が勇者に倒される前の戦闘スタイルですか？それとも勇者の弱点？何でもお答えしますよ。そうじゃなくて聞きたいんだ。本当のことを答えてほしい。リュウは本当に四天王だったの？僕の右腕だったの？それは僕は何にも覚えていない。メイドも兵士も何にも言ってくれない。最後の戦いの前だからこれだけははっきりさせておきたいんだ。ていうか僕がね、こんななんか幼児体型で生まれてきた。そして足が生えた魚。どう考えても魔力不足。四天王の魔力じゃないよね。お前絶対雑魚だろ。リュウ、君は嘘をついている。四天王なんかじゃない。ましてや右腕でもない。底辺魔族だろ、てめえ。本当の君の正体は何なんだ？君は一体何なんだい？教えてくれ、デュー。魔王様、本当に何も覚えてらっしゃらないのですか？何も思い出さなかったのですか？涙目になってる。今まで私を過ごした時間は何だったんですか？僕は一回倒されたんだ。つまり、一度は死んだ身だ。何も思い出せるわけがないだろう。思い出してほしかったんだろうな、多分。母上、本当に、母上だと？はあ、そっちで来たか。魔王様は生前普通の方と結婚して子供を設けてられました。ハーフってこと？羨ましかな。真面目な話をしてるんですよ。まあ当たり前といえば当たり前なんですが、生まれてきた子供そんなに強くなかったんです。強いといえば強いんですが、魔王様ほどではないというか、なんというか。つまり能力的には普通だったってこと？なので魔王様は生まれてきた子供を魔王として育てずに普通に育てたんです。帝王学も教えずに、戦闘方法も教えずに、戦いの中に身を投じないように、平和に暮らして平凡に生きていけるように。それが竜？ご名答、竜様は魔王様の直系のご子息なのです。とんでもねえやつだったじゃねえかよ。母上、私は悔しかったのですよ。父上が勇者に倒された時、何もできなかった自分が、戦闘ができないよう育てられた自分が、情けなくてたまらなかった。そして恨みました。何もできなかった自分を、そして何もできないように育った母親自身を。これは予想なんだけど、僕はこう思ったんじゃないのかな。魔王である僕が倒された時に、子供である竜がね、次の魔王にならないようにって、竜が辛い思いをしないようにって。母上、私は辛い思いをしました。黙って見ているだけというのがどんなに辛いことか、あなたに分かるはずがない。じゃあ逆に聞くよ、なんで僕のことを魔王に育てたのさ。その他の選択肢だってあったんじゃない？それは勇者が、人間が。でもこういう風に僕を育ててくれた竜には感謝しているんだ。だって力があるから竜のことを守れるんだもん。母上、そろそろ勇者が来るね。竜、行って、逃げて。君は希望だから。嫌です、こんなの。あの時と同じじゃないですか、勇者に倒された時と。シャンいる？はーい、シリアスブレイカー登場よ。竜を連れて行って、遠い遠い世界にね。勇者と魔王が争い合わない世界に。はーい。嫌です、母上、母上。な
んてお涙ちょうだいな。そんなことがあったとはね。来たか。俺がどれだけ強くなったと思ってるんだ。よく来たな、勇者どもよ。ここまで来たことを褒めてやる。魔王、ずいぶん雰囲気変わったな。なんというか、ちびすきになっておる。すごく、すごくすごく、かわいい。地味に傷つくからやめて、若返ったと言ってくれ。もしかして、弱体化しておるのかの？くくく、逆だ。私は強くなって帰ってきた。そう、勇者、お前を倒すためにな。おう、俺たちもてめえを倒しにさらに強くなってきたぜ。さあ、魔王、覚悟はできたか？それはこちらのセリフだ。準備はできたか、勇者どもよ。おう、来いや、魔王！それでは行くぞ、勇者どもよ！そうね。とりあえず、この左のやつ、こいつなんか、厄介そうだから先に倒したい。この左。この左を落とそう。で、これ使っちゃうもんね。雷流、あ、これ全体なんだ。あ、なるほど。炎だったらフレームで全体攻撃できるな。全体攻撃した方がいいのかな。これマークが あることによって多分攻撃力がすごい上がってるんですね。あ、やばいか。あ、ちょっと待って、これやばいか。あ、これ結構やばいね。やべえやこれ。勇者強でも待って、これ5個しか貯めれないんじゃないの。5個しか貯めれないんだったらこれマーク1回消そっか。でもマーク消したらあのアップのマークがなくなっちゃう。結局さ、アップマークつけたのにさ、こうするのが一番いいんじゃん。もう雷流打たないわ、こうなるんだったら。だって結局こうなっちゃうもんな。まあでもこれで何かいろいろ言ったけど、まあ、ほぼ全回復なんすわ。なんかやってたけどお前ら、ちょこちょこちょこざいなこと。はい、全部無駄。はい、全回復。お前らの努力全部無駄。はい、無駄。んで、パラライズで左からな。これマーク3つ揃った時のさ、必殺技がさ、あ、それだるいな。必殺技がさ、タゲが選べないのが鬱陶しいな。これ、うわ、これ悩む。でもこれはこうしてで、これ3つ揃って左に当たれ。いやー、まあ勇者死にかけとる。まあそれでもいい、それでもいいよ。そんなにダメージ与えるんだったら。で、回復しよう一旦。オッケー。まあ、そうですよね。うわ、何それだる。水を毒に変えるだって。そんなだるいことされるの聞いてないよ。でも大丈夫、一旦これで帳消しにして。やば、死ぬ。危ないと思わせといて。はい、こっからとんでもない回復量始まります。アクアで回復、さらにアクアで回復、しかも回復しながら攻撃も出ちゃいます。永久期間の始まり。はい、お前らが頑張ってなくした HP 全部回復。はい、まずは勇者から全回復です。で、まあ余裕ができたんで、こいつでも次はこいつから。まあ相変わらやっぱな、案の定こいつ毒とかにしてくるだるい系だったな。はい。まあ一回これまあライフで受けよう。ライフで受けて、そんでマーク消そう。んで、ここ、いや、ここで甘えません。ここで甘えません。ちゃんと回復します。これ繰り返してれば勝つんだから。他のなんか行動を取る理由ないよね。リスク取る理由ないよな。こうやってやってればいいんだよ。歯茎は出さない。確実に落とす。確実に仕留める。なぜなら、竜を救うためでも何でもない。セーブをし忘れたからだ。俺のプレイミスのせいだ。絶対にここミスできねえんだ俺は。でも落ちちゃいます。竜のためにとかじゃない、
単純にプレイミスしたからだ。俺がプレイミスしたから。ここ絶対に負けれねえんだ。どこまで戻されるかわからねえんだ俺は。それが怖えんだよ。だから慎重に行け。まあでももうさすがに勝ちだなこれはな。もう毒の脅威もないし麻痺の脅威もない。そして100ダメージ当たり前のように100。うん、まあまあこれもういっちゃっていいでしょ攻撃で。こいつが今からなんか聖剣突きとか捨て身とか打ってきてもさすがにもう無理。さすがに無理ですね。はい、終わり。おしまいだ。最後はサンダー、サンダーボルト106。なぜ増えるんだ、なぜ上がるんだ。やめろ、まだボスがいるってことじゃないか。くそー、覚えてろ魔王。いつかこの手でもう一度倒してやる。いつか、いつか復活して倒してやるんだからな。その時はいつでも僕が倒してやる。セリフが完全に逆転してるわよ。さて君たちはどうする。勇者の後を追う、それとも追うんだね。やだね、大体考えてることはわかるわよ。勇者と魔王の時代は終焉を迎えた。そう、そういうこと。勇者と魔王の時代はもう終わったんだ。勇者の後を追うなら追ってもいい。君たちには権利がある。追わない、追う必要ないもの。それに人間にも家族があるように魔物たちにも家族がある。何にもかかわらず私たちは魔族を悪だと決めつけ殺してきた。そうだ、残された者たちはどんな気持ちだったかの。急にこいつら改心しだした。どうしたんだ。そこのちびすけもみんなを守るために魔王になった。そうじゃないかの。そう、その通りだね。僕はみんなを守るために魔王になった。ただそれだけなのにね。我らは風となって消え去るが、ちびすけはどうするのだ。まだ魔王を続けるのか。そうだね、しばらく考えることにするよ。そう、それじゃあね魔王様。ビキン城によろしく伝えておいてくれ。それじゃあな勇者どもよ。さて僕も魔王城をお留守とするか。みんなも追い払ったしね。これは僕が竜のお母さんだった頃のお話。正直これは竜のお母さんの頃だから日記をたどって行った程度のことだけれども、どっか懐かしい気がするんだ。父上なんて大嫌い。ほらそんなこと言わない。だって父上は私と母親を残してどっかへ消え去ったんですよ。ここ書いてほしかったな顔。無責任じゃないですかのイメージ。それなのにお父さんだって竜の大切な家族なんだ。お父さんだって竜のことを心配している。今は遠い遠い世界に行ってて忙しいかもしれない。だけど竜のことを遠くで見守り続けているんだ。そっか、辛かったんだろうね。竜も遠い遠い世界へ行った君も。母上、探しましたよ。竜、よかったご無事で。竜、本当にありがとう。竜は本当に長い間頑張ってくれたよね。僕がこんな姿で復活してからも竜はめげずに僕のことを面倒見てくれたよね。本当に長い間、長い間。母上、竜、大事な話があるんだ。何でしょうか母上。ここまで来るのにいろんなことがあったね。最初は全然喋れなかった僕だけど、ここまで育ててくれた竜にとっても感謝しているんだ。だけどね、だけどね、もう魔王は必要ないと思うんだ。どうしてですか。私たちには母上が必要です。魔物たちの指導者として、魔物たちの希望として。魔王はね、存在している限り勇者と戦う運命なんだ。たとえ勇者に勝利したとしても、また次の勇者と戦わなくちゃならない。そして勇者は多くの魔物たちの命を奪う。残された魔物たち、残された人間たちはどう思うだろうね。僕ならこう思うかな。こんなのは希望じゃないって。だからね、僕は魔王を辞めてしまえばいい、そう思ったんだ。そうすれば竜もこれ以上悲しまずに済むって思ったんだ。母上、もう魔王と勇者の時代は終わったんだ。僕はもう魔王じゃない、ただの一匹の魔物だ。僕はね、かつて人間たちから竜やみんなを守るために魔王となった。そして大きな犠牲と大きな戦争を乗り越えて魔物たちに希望とチャンスを与えたって言われている。だけどそれはね、魔物たちにとって絶望と悲しみを与える結果になった。そう、大きな過ちだったんだ。勇者は魔物のうちで勇者の剣を真っ赤に染めた。確か勇者の剣もここの近くに眠ってるはずだよ。確か勇者の剣、懐かしいですね。私たちが手に入れるまでは魔物たちにとっては血塗られた剣と呼ばれていましたからね。そんな話も今となっては忘れ去られた過去の話。何より竜が無事でよかったよ。母上もご無事でよかったです。おい竜、まだビキニなんだこいつ。花見会場ってここだっけ。せっかくお酒と魔法で作ったマイクもできたのに。花火会場、ナウト王女。あ、魔王様、ご無沙汰しています。ワンワン。なるほどな、今お前マンボ。まだお前いんのかよ。
魔王軍サイドに人間がすげえなんか混じり込んでるよなって、半分ぐらい人間じゃないかっつってたけど伏線だったんだな。こうしてみんなで笑いながら過ごしているのも今は亡き父上、魔王様、いえ母上のおかげです。父上見ておられますか。父上が人間たちに殺されてからいくつもの時が経ちます。時に私は私の運命、私や母親を置いていった父上を恨んだこともありました。しかし父上は私を見捨てずに遥か彼方の空から見守ってくださいました。遠い遠い世界に行って会えないですが、どうかこれからも見守ってください。ありがとう。今までもこれからも、これからも。いいね、美しい物語だったな。最後はなんかその人間と魔物がね、これから仲良くやっていこうよ、勇者と魔王なんてもうなくそうよっていう優しい世界が広がっていたな。まあでもリアリストみたいなこと言っちゃうと、まあ絶対になくならないけどな、その種族間みたいな争いみたいなものは。だって人間同士ですら争ってんだからさ、目の色、肌の色、そういうものが違うだけで争い合う生き物なんだから、まあ無理だよ。土台仲良くやっていこうねってここではなっていても、そういうコミュニティはできたとしても、結局どっかでやっぱほころびが生まれて、でどっかでやっぱり俺がじゃあお前らを束ねるみたいになっちゃうから、そういうリーダーが生まれてきて、そいつらがまた新たな魔王を名乗るし、そいつらがまた新たな王だったり新たな勇者を名乗るんだよ。なくならないと思う。ただなくならないにしても俺たちはやめようっていうのは美しいよな。人間という生き物は変わらないし本質は変わらないけれども、俺たちだけでもやめようぜっていう。いやー、いい話だったな。そして後日談かと思いきやパンティが宙を浮いている。なんだこれは。もぞもぞパンツが一人でに動いている。ドット担当のフォレット変態ってことでいいか。キャラクター全員の歩行ドットを打つの楽しかった。ドット以外にもいろいろ兼業していたのはここだけの話。一番のお気に入りはマンボウハンターと玉座に座って足をバタバタさせている魔王様のこのパンツだったりします。魔王様パンツ見えてたんだ。わわわん。魔王様、魔王様ちょっともっぺん玉座に座ってもらうことできるか。俺ちゃんと見てなかったわ。このパンツが見え隠れしていたんだね。くっそ、ドット絵だからと油断していた。くそ、ドット絵だからと思って油断していた。ちゃんと見ればよかった、細かいところまで。こんなパンツが見え隠れしていただと。早く言ってよ、先に言ってよ、そういうことは。で、あとはもうこれ全部後語り。作者です、どうも作者の、まあまあまんぼ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 。戦闘しますか。レジェンドモードで戦闘しますなんかいきなり始まったけど、これ勝てんのか。400、ここで僕は死ぬんだこれさすがに勝てねえだろ。でもこういうの用意してくれてありがとう、こういうの面白いよね。ということで、じゃあ今から僕は盛大に死にたいと思います。まあ土台勝てるわけないんですけど、やれるだけやってみますわ。フレームで全体に攻撃しながら、かつマークを貯めていって、そして400の HP はやりすぎだろ。でもフレームブレイクで、これでも単体なんだよな。真ん中いいよ。そして行動ターン1個残っちゃった。ここをどうするかなんだけど、1個残っただけなんだったら真ん中に3打打つか。パラライズね、ポイズンね。そういうことするね。やると思ったよ。いってー、痛すぎる。ライフで受ける。ぐわー、52でも大丈夫。あれ、これ もしかしてこれ勝つ俺。待って、これワンチャン勝つぞ。これワンチャンレジェンドモード俺勝つかもしれない。これだってさ、毎ターンさ俺さ多分さ全回復するぞ。これ水でこうすれば、これ多分食らったダメージより回復量の方が上回るんじゃね。これでウォーターブレイクで相手にダメージ与えながら回復するから、ほぼ全回復じゃないこれ。あ、全回復だ。あ、勝ったわ。嘘でしょ。毒2ついきなり与えてくんの、やりすぎだろ。うわお、とんでもねえやこいつら。やばい、これ解除するだけで、しかも麻痺で一旦取られるじゃん。これ解除するだけで何ダメージ食らう。78はやりすぎ。あー、勝てないなこれな。いやでもやれるだけやろう。これでもワンチャンあるんだよなマジで。これでどんぐらい回復する。結構回復すると思うんだよな。全回復はしないか。
全回復しないんだったらいずれ負けるかな。毒されすぎてちょっとやばいよな、ね、この RPG 毒が強すぎるんだよな。真ん中ナイス。これでどんぐらい回復するか。これ全回復するんだったら、あ、全回復します。全回復するんで勝ちですこれ。あ、やってれば、あ、これずっと繰り返します私。あ、いいよ、あ、いいよ、全然その、あ、ちょっと待って、これ大丈夫、これ耐える、これ耐えますか、耐えますか、耐えるよね。あーしよしよしよし、あ、これ繰り返します。繰り返してたらいずれ真ん中が落ちます。はい、勝ち。やっぱ水魔法えぐい。これ水魔法をこうやって回復するルーティーンをずっとやってれば、しかも麻痺食らっても行動回数4回あるから、ギリギリこれ3回打てるから、これ勝ちです。怖いのは麻痺を2回された時、そうすると1ターンで必殺技打てないから、その時が俺の最後かもしれない。頼む、やめてくれ、だーマジでやめて、やめて、やめてね。あー、恐れていた、恐れていたことが、これで行動回数2になっちゃうから、こうなると回復が間に合わないんだよ、こうなるから。これ恐れていたことが、そうなんだよな、これだけが負け筋だったんだよな。うわ、もうこれはもう無理だ、回復量間に合わないもん。いやー、でもうまいこと言ってれば、あともうちょっとで真ん中落ちたんだよ。あ、俺パラダイスバカみたいに3連続しねえか。あ、待って、これは許された、待って、これ許された、これマジで許されてる、これある、あ、ない、ごめん、嘘、ないです、ごめん、ない、行動回数2回しかないわ、ないわ。待って、でもこれ消費して、ある、待って、ある、消費して、消費して右に2個でき、右に2個はできない、あれ消費して2個、あれよくわかんない、ごめんよくわかんねえや消費してって言うけど消費してねえじゃん、どうなってんだ。まあ、それでいい、バカバカ、はい、バカバカ見つけた、はい、バカ見つけました、バカがいます、はい、勝ち。待って、これどうしよっかな、これライフで受けてもいいな、待って、いや違う、これ一回打つんだ、一回打って、あ、違う、あ、何してんだバカ、あ、いや、いいんだ、あ、うん、もうなんかもう頭ぐちゃぐちゃになっちゃった、もうよくわかんねえよくわかんねえそっか、5個以上貯めるねえからこうしなきゃどうせダメじゃないか何をやっているんだ僕はおい、待ってくれ、ちょっと待ってくれ、今のプレミでなんか負けるとかないよな。いや、でもこれさ、次の次で真ん中落ちるから、とりあえずこのターンは耐え忍びを耐えても忍び敵を忍ぶじゃん俺で、真ん中な、これな、竹取れないからさ、頼むよ、真ん中ね、真ん中ね、そう、合ってるよ、それでいい、俺あいつ HP 残り3だから、もう終わってんのね、あいつだ、それやめろマジでやめろ。あ、オッケー、耐えた、これ耐えました、これは耐えました。でこれちょっとバカみたいに食らっちゃうけど、ただこっからこれ全回復するから、そんで真ん中にこれ竹取れねえから不安なんだけど、頼むよ、真ん中ね、これ全回復するのはもう知ってんだ、それはもう歴史が証明してるから、ここは全回復します、全回復するんだけど、竹がどうなるか、これ真ん中だったらもう俺の勝ち、はい、 GG、 お疲れした、はい、勝ちました。あとは作業、あとは時間の問題、次がお前らの最後だ、残り HP29、 あー、最後までバカみたいにそれ繰り返すんだね、もうそれしかしねえんだね、てか本当にそればっかり、本当にルーティンみたいになってんだな、一生それしてくるな。ほんでこれでライフで受けて、もうずーっと同じ行動しか取ってこないから、多分カットされてると思うけど、一生パラライズ1の毒に与えてきてるから、ずーっとこれ繰り返してた。そしたらこれ繰り返してたらこれで左落ちるんでな、お前らがずっと同じパターンでやり続けるから悪いんだぞ、だからもうパターン化されちゃったら勝ちだから、これパターンだもん、はい、終わり、はい、パターン崩れちゃいましたけどどうするんですか、一人になったらどうするんだ、ああ、それしかしなくなるんだ、今度は最後はサンダーボルトで終わりだ、まさかのレジェンドクリア、しかもお金と経験値、ステータスまだ溜まるんだまだ強くなれるんだ俺たち、レジェンドクリアしたけど
プラカード、寝ています、起こさないで。寝てる後ろはバレた。どうも、のもちゃんです。すげえ間空いたと思うんだけど。そうだよね。これ、後語りだってね、今ね。王様に密告する役として、ちょっと出演したのは内緒です。あ、ここで裏話なので、切るのゆっくりしてて、はい。ビキニと。ビキニ侍って打つとき、なぜかビキリ、ちょっと、人名出すのやめとこ。な、いろいろ問題がな。で、お前何してんだ、おい。おい。この海を滑る、魚よ召喚。ごめん、すごくやってみただけ。プレッシャーくてら、あ、てこと、ここでは作ったメンバーの裏話が切るよ。メンバーってなんて中の人ってやつかな。後ろでボタンを持って操作してるよ。多分だけども。こいつら何？調理師。そこのおじみちゃんにことごとく夢を壊されたけどね。戦闘しますか。こいつら、あ、一回戦ったよね。全部。あ、そうだ、こいつら一回全部戦ったやつらだ。で、ハードモード、いやいや、レジェンドモードのやつを倒した後なんで、お前らなんて相手、まさか。セーブデータ取っておいた。ハードモードで戦闘だと、おい、待て。ハードモードだと、でもさ、俺レジェンドの魚に勝ったんだよ。負けるわけねえだろうが。ぶち殺す。800。HP の桁おかしいやろうが。いや、でも勝てる。勝てるか待て。これどれぐらい強いんだ、敵。勝てるのか。とりあえず、HP 量が少ないやつ。こいつから、こいつから落としてみよう。え、落ちんの？え、ちょっと待って。これ、敵の攻撃がどのぐらいかによるけど、HP800 って何？え、さっきのなんか、レジェンドモードの魚より強いじゃん。110、あ、真ん中なんだ、最初。これ、タゲ真ん中になるんだ。じゃあ、勇者から落とさないといけないんだな。なるほど。どのぐらい？あー。あ、なるほどね。終わりなんだね。なるほど。おしまいなんだ。いや、でもわかんねえぞ。これ、わかんねえぞ。マジで。このぐらいだったら、あるんじゃないかな。え、ちょっとね、回復量が終わってる。あ、そっか。ダウンの効果で、そんなダウンするんだ。あ、じゃ消せばよかった、シフトで。いや、でもわからない、これ、まだ。俺、まだ諦めない。諦めたくない。これで、これだから回復量も多分弱くなってるから、与えるダメージ、与えるダメージはまあまあか。結局水魔法なんだな、さっきと一緒で。さっきのやつと一緒で結局水なんだ。はい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 。待って、でもこれってさ、シフトで消せる？あー、シフトで、あ、消えるわ。え、消せるんだったら今のなんかさ、デバフ意味なくない？クソ弱じゃん。消せちゃうんだもんだって。しかもここ、なんだったら俺攻めちゃうからね。普通はこれ守るじゃん。でも、ここ攻めちゃうんですよ、あえて。ここ、あえの姿勢。あえてこうです。サンダーボルトで、あー、だる。あー、だるいね。でも全部消すから問題ない。関係ない。関係ない。全部消すから関係ない。はい、実質、お前ら与えたため13ダメージと。あ、ただこれで毒食らうから。あー、まあ。でも大丈夫。ここで水魔法を打つんで。あー、これ、勇者もこれ勝てますね。まあ、そうだよね。だってさ、俺、さっきレジェンドモードクリアしたんだよ。レジェンドモードの方が普通難しいだろ。レジェンドモードクリアできたってことは、ここもクリアできるっていう理屈だよな。はい、全回復。これ水魔法が強すぎるから結局勝つわ、これ。水魔法が強すぎて、時間の問題で勝つ。回復しながら攻撃っていうのが強すぎるんだよな、この RPG に。おい、ちょっと待ってくれ。勇者の攻撃がえぐ、ちょっと、あ、嘘だろ？おい、ちょっと、本気を出すとお前らってそんなに強いんだ、耐えるんですね。おい、終わったと思ったよな。誰もが今終わったと思ったよね。でも終わらないんだよな。もうちょっと全力で来てくれないとね、こっちとしてもね。その程度だったら天下の魔王様ですよ、こっちも。その程度だったら耐えちゃいますよ。はい、ほぼ全開からの全回復しちゃいます。はい、さらに回復して、ここから、全回復です。
お前らが与えたダメージ実質5ダメージ。お疲れっしゃ。やめろお前ら。くっそ、それが一番効くの分かってるなこいつら。それが一番効く。そう、それが正しい。それが一番効くんだ。でもライフで受けて、はい、ここから全回復します。結局やんけ。結局この作業やんけ。結局水魔法が一番強いんやんけ。いやでも実際この RPG 水魔法が強すぎるから、なんか毒をさ、解除するキュアとかあったけど、いろいろ、まあでも結局ライフで受けてウォーターブレイクで回復しながら敵攻撃するのが最強すぎて、これでいいやんってなるんだよな。あとやることがあるとすれば、まあ最大 HP の量を増やすか、それぐらいだよね。あー余っちゃったわ。じゃあ殴っちゃおうかな。パラライズね、ポイズン、はい、全然、あー2回来るのか、だる、それだるいな。パラライズ2回されちゃうとちょっとだるいな。しかも連続になってないから、これ雷雷で必殺技打てないし、1回これライフで受けるしかなくて、ただこれほぼ全回復するんじゃね。これさすがに全回復しとかないとちょっと怖いから、回復しといて、これほぼ全回するんじゃないかな。だよね、こんだけあれば多分耐えれる。え、パラライズね。うわ最悪、やばすぎる。うわこれやばい、これマジでやばいかも。いや耐えるか。これ毒ダメージでさ、毒ダメージってギリギリ残るんじゃない。残るよね、残るんですね。割合ダメージだからギリギリ残っちゃうんですよ。毒じゃとどめさせないんですよ。とどめがさせないってことはどういうことか分かりますよね。全回復してかつ攻撃を食らうってことです、あなたはこれから。はい、残りの HP が、勇者さん246、終わりですね。あともうちょっとで大丈夫。これやべえ、あんま回復できなかった。これ大丈夫、これ次のターン危なくない。大丈夫、100はあると思うけど、110ぐらいしかないよ。あー全然だ、128まで回復しちゃった。あーもうバカの一つ覚え、それしかできないんだなお前らはな。うん、これで割合ダメージだから死なないよね、死なないよね、死なないよね、死なない位置残るんですね、割合ダメージだから。お前らが毒で攻撃している以上、一生俺の勝ち。お前らが毒で攻撃してくる以上はお前らに勝ち目はない。ただパラダイズを2連続でしてきて、俺の行動を 3未満にしてくるのだけはやめろ。それだけが俺の負け筋だから、それだけはするな、頼むからやめてね。俺回復も兼ねて、あー行動余っちゃったから、まあ、全回復してもいいんだけど、殴るかここめんどくせえな、ムカついたから。シャラくせえわ、どうせお前ら毒じゃダメージさとどめさせねえんだから俺に。やめろやめろ、それだけは。まあでもそれだけ、うん、それしてくるってことは毒あんまり貼られないってことだから、逆に言えば。だからこうやってあんまり HP が結構残るから、結局か、それも結局負け筋にはならんか。結局こうなるもんな、ほぼ全開するもんな。だまあまあ結局負けないな。パラダイズ、あそれやばい、あやばいけど、やばいんだけど、でもねこれ1残るから大丈夫、1残るから大丈夫。あ3残っちゃったわ、全然余裕だ。で、勇者の HP が残り95、ここで一発かますんで、残り HP、 勇者の HP 30ぐらいになります。結局レジェンドモードと レジェンド の魚の時の戦闘と一緒で、これもうね水魔法で結局回復しながら攻撃する時間の問題で勝つんだよな。結局勝つんすよね。あそれして、全然それしていいよ。はいバカ、はいバカ、はい毒なし、バカオツ、毒なしってなんだ。まあでも一応全開しよっか、念には念をな。ここで茶目っ気出して攻撃連打してもいいんだけど、それだとわずかながらに少しでも負けの確率が生まれる、数パーセントで負けの確率が生まれちゃうから、一切の甘えを捨ててこう、やることは変わらない、ひたすらに水を足すだけ、減ったら足すだけ、もう一緒だから、お祭りくじと一緒、減ったら水マーク足すだけ。ああそれだ、
あーそういうことするんだ。でもこれ一緒じゃねえか、だからこっからずっとこっから一緒じゃねえか、だからよこの後。まあしょうがないことなんだけどね。この RPG のシステム上ある程度分かっちゃうともう作業になっちゃうな。で毒されて、毒にされて水魔法で回復しながら攻撃っていう永遠の作業をし終えた結果、ついに解放されました。やりたい放題です。あとはもう殴るだけで、やばくなってきたら水魔法でまた作業に戻ればいいからな。でこいつはなんか毒にしてこねえから、多分パラダイズはでもしてくるんだ。まあでもパラダイズ何の意味もないからあのほとんど休憩何もしてないのに近いから、ひたすらにこれ雷打ち続ければ、またパラダイズでいいよ。あーもうだからそれね、さ結局こうなるんだよな。てかこのゲームマジで毒が強すぎるからさ。でまたこれはこの作業の繰り返しまた作業だよ。しょうがないことなんだけど、分かってしまえばもうあとは作業で、逆に言うとでもこれしか道ないと思う。これ以外の道あるのかな。まあ俺は、まあ、確かに覚えてない魔法結構あるから、まだ他にもあるのかもしれない倒し方。ただ現状のこの俺の育てた魔王様で勝つんだったら多分このルートしかないと思う。もう毒にされて、毒が強いから相手毒にしまくってきて、そしたらこっちが水魔法を貯めて水で回復しながら攻撃する、これしかないと思う多分。あ余っちゃったから、まあ雷か。まあそうだよね、最強に育てたら魔王様行動回数5回になるはずだから、確かに5回になれば行動回数がだいぶなんか戦略の幅が広がりそうだから、これ以外にもあるのかもしれない。でここもう HP まだ全然余ってるから、普通に歯茎出して雷連打いっちゃうから、もうどうせもう1対1だからだよ。いやー最初見た時はびっくりしたけど、勝てるもんだな意外とな。800の HP あってもハードモードの勇者といえどこの程度か。じゃあまあ一応な、念のために回復しよこう。そして次のターンが来たらもうお前は終わりだ。毒じゃとどめはさせないからね、このゲームの使用上。ということは俺のターンが来たら終わりってことや。はい、雷3連続で終わり。最後はやっぱまあ雷で締めよう、一番威力がある。これでサンダーボルトで終わりだ。110ダメージ。うわめっちゃ上がったけど、もう何の意味もない、もう終わりだから。これでも裏ボス全部倒したってことでいいか。倒したよね。ハードモード以上ないもんな。レジェンドで、レジェンドも倒したしな。上の勇者1個の立ち合いを担当させていただきました。かなり自由に書かせてもらって楽しかったです。そして目標は皆さんの間で僧侶が萌えキャラになることです。僧侶かわいいよ。僧侶です。お前かい。ふ、私はお金じゃないわよ。そう、キュートでラブリーな女の子が欲しいのね。さあお人形さんみたいに可愛い可愛い女の子を用意してちょうだい。そしてあんな子でこんなことを、そうそう性別変えてみる、たまにあれ。いやいい加減にしろ。余計なことはするな、このままでいいんだ。魔王様は女の子でいいじゃないか。以上だし、これだけこれだけ、ずっと人間をコテッパンに。あ、それとあとこんな戦闘を作ってみたんですけど、何これ。え、完全にアウトですよねこれ。びっくりした、ミニゲーム始まるかと思った。お金ください。 I love money 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 money。 ケンケの野郎。ところであの謙虚ライオンされたあのうどん屋のおじさん、今なんか普通に自分でうどん屋として立ち上げて成功してるらしいね。あ、ちなみにですが戦闘はそこのカエルさんが作りました。マークを集めて攻撃するとかなんとか、よくわかりませんがリアルタイム戦闘も考えたらしいが一瞬でやめたらしいです。さっさと3つ同じ色のドロップを揃えて攻撃する戦闘システムにすればいいのに。このドクロなんだったの結局、わかんないままだったんだけど。あれ、これ全員話しかけた。あれ、終わりじゃね。あとはこいつ主にシナリオを担当しました。シナリオはシリアスにしてくださいという要望にことごとくがむししていました。これでもシナリオシス、パパ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 、なるほど。強くてニューゲームしますかだと。いや、もういいです。え、魔王が最初の時より少し強くなる。ああ、なるほど。まあいいや。まあこれにて完全攻略ということでいいか。はい、ということで、魔王育成計画でした。おもろかった。裏ボスのレジェンドモードもハードモードも倒したしな。ただちなみになんですけど、これ男にすると魔王様を最初に選べるじゃないですか。シナリオがちょっと変わるらしいんですけど、よかったら気になる人はやってみてください。
俺は女の子がいいです。はい、ってことで魔王育成計画でした。ありがとうございました。